さんこんにちは。今からスーパーに行くところですが、今日の動画では私の普段の買い物やお気に入りの商品、夕食作りの様子までご紹介できたらなと思います。でスーパーに行く時の持ち物は基本カード1枚とスマホ、エコバッグです。今日は少したくさん買う予定なので大きいものを持っていきます。私は両手が空く方がいいので、いつもこんな感じのポシェットで行きます。では行ってきます。はい、帰宅しました。今から購入品をご紹介していきます。まず今日の夕食の材料ですけど、牛豚ミンチです。今夜はミートローフにしようと思っています。でそのミートローフはベーコン巻きにしたいので、こちらを買ってきました。大粒のアサリです。これはボンゴレビアンコにしようと思います。続いてこちらはお出汁が染みた刻み揚げ。これはもうその名前の通りお出汁の味が染み込んでいる揚げなんですけど、すっごく美味しくって、まあ、お味噌汁とかカレーうどん、炊き込みご飯にもおすすめです。でこれ常温で保存いただけますって書かれているんですけど、私は一応冷蔵保存にしています。枝付きミニトマトです。もう枝についているだけで可愛くて、結構長持ちするかなと思ってよく買っています。すぐ食べちゃうんですけどね。ギリシャヨーグルトです。これ高タンパクで低脂質なので最近よく食べています。でこれはバニラなんですけど、いろんな味が出ています。今回はこれを2つ買ってきました。続いて牛乳です。トップバリューの牛乳は唯一箱菓子賞なので、もうそれだけで嬉しいんですけれども、味も大好きです。リンゴバターです。これバターのようにパンに塗って食べるんですけど、シャキシャキっとした食感の残った果肉が入っていてとっても美味しいです。すごく柔らかいのでパンにも塗りやすいですし、ヨーグルトに入れるのもおすすめです。これリンゴの他にいちごバターも出ているので、よかったらチェックしてみてください。で生姜チューブを切らしていたので買ってきました。でその横で販売されているものでおすすめしたいのがこちらの練りラー油です。辛みの中に程よい甘みがあってとても美味しいです。これチューブタイプのペースト状なのですごく使いやすいですし、餃子とか唐揚げ、ラーメンとかおにぎりに入れても美味しいです。お椀で食べるうまだしカレーうどん、お湯を注ぐだけです。うちの息子はカレーうどんが大好きで、まあ、これが家にあると小腹が空いた時に助かるので買ってきました。はい、ピルクルです。以前ヒカキンさんがピルクルのパッケージになっていたことがあるんですけど、それをきっかけにピルクルを飲み始めて、それからずっとこちらを買っています。続いてここからは冷凍食品ですけど、まずもち麦が入った梅ひじきおにぎりです。おむすび自体は小さいサイズなんですけれども、もち麦一粒が大きくてもちもちしていてとっても美味しいです。私梅ひじきのふりかけも好きですし、もち麦にもハマっているのでこれもよく買っています。続いてこちらは2種チーズのハンバーグとエビピラフです。ハンバーグにピラフがセットになっていて副菜もついていて、もうこれでお弁当みたいになっています。でこれもう一つ買ってきたんですけど、こちらはサバの味噌煮と五目ご飯です。でもお魚とご飯がセットになっていて副菜もついています。私はこれを息子の昼ご飯に出すことが多いんですけど、夏休みとか冬休みも結構活用させてもらいました。本当にね、もう作る時間がないとか忙しいっていう時なんかにあるとすごく便利です。でこれ白米じゃないのがなんだかお得感あるなと思います。こちらは4種のベリーミックス。トップバリューは冷凍フルーツがすごく充実しているなと思うんですけれども、これは4種類入っていてお得な感じがします。ブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーが入っています。私はヨーグルトに入れて食べることが多いです。続いてはダブルキャラメルアイスクリームです。アイスクリームの中に粒のキャラメルが入っているんですけども、とっても美味しくて私大好きです。こちらは使い捨てのペーパータオルです。厚手タイプと書かれているんですけど、薄手タイプもあります。生地はこんな感じで柔らかいと思います。
ど、私はこれを洗顔後顔を拭くのに使っています。コロナをきっかけに家族のフェイスタオルも1枚ずつ分けてはいるんですけど、私が今タオルで顔を拭くことに抵抗があって、最初はティッシュを使っていたんですけど、それだと 2,3 枚は必要になってもったいないなと思っているところにこちらを見つけました。これだと1枚でしっかり拭けて肌の調子もすごくいいです。フェイスタオルだったら菌が付着しているかもしれないですし、繊維が肌に当たって負担になるので、最近はこちらを使っています。で最後はこちらです。外箱がないティッシュペーパーです。はい、こちら何がお気に入りかというと、側面はデザインが入っているんですけど、この口の部分が透明なんです。なので箱に入れた時にここが真っ白なんです。このフィルムに色や柄が入っていると私はすごく抵抗があるので、いつもこちらを愛用しています。では夕飯を作っていきます。レンチンします。4個はちょっと厳しいかな。でもまあなんとかギリギリできましたね。こんな感じでいいでしょう。今日もアプリを使って調理します。グリルアプリメニューです。ザ・ココットをお使いください。30分で出来上がります。あー、ちょっと裂けちゃってるけど、でも美味しそうです。すごくいい香りしてます。卵が出るように切るのが難しい。